20メーター飛ぶな。何これ20メーター届くな。超山なりだけど。これくらいで打たないとさ、うん、そもそも飛ばないの。飛ばないんだよね。あのなんだっけ、敵弾のあの こういうさサイトあんじゃん。あの小銃に作る あれくらいないと多分狙えない。カウント始めまーす。3、2、1スタート。どうすんなこれ。デデ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 デ。帽子投げる。あー、いったー。うわー、ギリギリ届かないかこれ。あぶねー。長老のが一番飛ぶんじゃないか。あれ最高です。何気にトリタンのめっちゃ飛ぶ。あらす何。ああいった。ちょっとズレの袖飛んで。ハハてかさ、俺の銃どこ？これしか。ちょ待てよ。ぶっちゃけ俺の銃って役立ったの？ワンヒットも取れませんでした。メイビー？サバゲーするならガンズロックス。サバゲー。サバゲいかがでしょうか。綺麗だね。これです。何ですかこれ。字読めねえのか。うわすごい綺麗。これ昨日真っ黒だった。欲しいです。いや難しいよ。ニコニコするコッキングがカツオの虫でした。他に手はない。
君に連邦士官となりガンダムを動かしてほしい。このバッジを受け取ってくれないか。わかった。ルナ2への医療用シャトルが出る。君はそれに乗って船を降りろ。サバゲーするならガンズロックス。どうも3本撮りです。疲れました。はい、今回の銃はこちらです。ションヤントイズ。分かった。読めたところでですね、わしのマークは大体良くないんだよそうですか。なっちゃうけど。これ SY8819 未来樹。未来樹8819年。しかもさ、これ SY って書いてるじゃん、はい、XT になってんだよ。あの試作モデル的な XX むちゃくちゃだ。こんな OS でこれだけの機体を動かそうなんて。いやー、もう試作とかの段階じゃねえよ。ちゃんとしたのにしくれよ。やっぱこれやばいわ。これ劣化してるわ。パリパリです、ね、パリパリになってる。パッケージもさ、若干黄ばんでんだよ。ヘッドストップだなこれ。はい、じゃあ開けてみます。はい、熱っ。何これ。シールシールだシールだ。びっくりマンみたいになってる。びっくりマンレア初のパターンじゃないですか。しかもこの何、これ何に使うの、この細いやつ。とりあえず注意がです。初めてか。今までの中でないかも。シールタイプってないな。今まであのビニールとかあったけど。何のためシール。貼れっていうことかい。消える位置に貼って注意喚起しましょう。ちょっと形。でかい。うん、いや今までがちっちゃすぎて。一分の一じゃん。いや。太い。なんか違う。ガンコンみたいな。ああ、確かに。パターン。パターンのガンコンじゃん。バーチャコップ。バーチャコップ。うわー、なんか無駄にテカテカしてんな。ジェリコ。ジェリコっぽい。下のレールですか。これ何？溝間なんですか。縦しか入ってないですけど。何これ？滑り止め？これ両手で。放熱ピンとか。放熱ピン。ああ。あ、未来だから。未来だから、あのブラスター。宇宙仕様みたいな感じになってるのこれ。マガジン重いわ。あまり多分あまりかな。ああ、シングルカラム。まあシングルカラムですよね。同じ。なんかもう方向材感が強まりましたね。せめて真ん中になるようにさ、やってくれよ。見切れちゃってんじゃんこれ。方向材感増したな。なんか柑橘系だよ多分。レモン系。ヤンキーの車です。ヤンキーの車。お、なんか。もうね、もう開いてる。これさ、お、何取れたよ。何壊して。いや違うんです。ただ差し込んでるだけですよ。球団工とかではなく。かもしんないよこれ。これ禁断仕様あんじゃない。さっき。多分これ肩使い回してんじゃない。やべ、戻んね。いや、もうめんどくさい。でけえよ、やっぱ太いもん。良さそうじゃない。サイズです。でもね、軽い。なんだろう、中身詰まってねえなっていうのがすぐわかる。クソ中にそこは求めちゃいけない。でもさ、どうなの、こっちに鉛入れないでこっちに鉛入れるってどういうことなのと思うんだけど。まあ、入れたらちょうど良い。あれ、これ何、かかりが悪いぞ。そっち。ほら、かかりが悪いよ。トリガーはすごい軽いです。かかりって何？あの、最後の、これがカチっていうのが、もう一段階いる。ゲーセンだよな、やっぱり。あー、リロード、画面外を打て。リロード、ゲームオーバー。
一応使うか。ファイナルベント HG 変身。僕もクラッチ作りたくなってきたんじゃないですか。サバゲーするならガンズロックス。ん？取れよ。あ、やばい、バネ出てる。スプリング噛んでる。これやばいよ。これで支えてんのかな、もしかして。まさかの。すべてを。はい。玉は東京丸い 0.2 グラムです。いきまーす。32.5。32.6。33.1。なんで上がった？じゃあ10メーター打ってみましょう。いきまーす。あれ。今まで今日一飛ぶけど、今日一飛ぶんだけどな。なんで届かない？あれ、これ10メーター届かないぞ。いや、だいぶ上、だいぶ上狙って。あー、これダメだわ。2だと重いのかな？ 2、1、2で。あれ？あれ？まあ、ホップなんかあるわけないよな。あー、まあ、さっきよりは飛ぶかな。けどやっぱ風に流されるよね、軽いから。肩落とすなって。いや、いや、これいくらですか？1200円くらいかな。高いんだよな。高いんだよ。性能。この前の3000円近くしてから、銀色の銃だと思って買ったら黒かった。 あれ2900円。そう、あれ2900円でした。ダメ押しが丸い、買えよ。これも一緒だよ。一緒、うん、これに1000円なんぼ払うんだったら丸い買えよって言っちゃう。これダメだよな。何なんだろう、なんか。いや、無駄にモール凝ってるような。これ滑り止めみたいな加工がここにされてる。キラキラ光って見えるか、こっから見ると。いや、異常にテカってんすよ。何のタクティカルアドバンテージもない。やべえよ、この字。西側の証拠が。これ持ってたらやべえ証拠だぜってなっちゃうもん。なんか本当、これ何だよな、ゲーセンの眼光。ちょっとすごい、タイム暗いっすね。一人でやってんの？一人っすよ、当たり前なんですけど。いや、最初友達とやるじゃないですか。そうやるじゃん。友達飽きるじゃないですか。ああ、そうか。だから俺一人でやって。2丁拳銃。2丁はない。さすがに2丁はない。だったらフットペダル踏まないといけないから、さすがにそれは無理だな。1000円で全部したの。タイムクライシス2だったかな。なんか、あれシリーズいっぱいあるからな。1000円でタイムクライシスやるのと1200円で。タイムクライシスのソフトを買う。これ1丁分で全クリできます。いや、だってこれだって自戒するぜ、これだって。タイムクライシスなんてそれやって思い出で終わるけど、これ手に残るよ、うん、いや、残んないですよ、多分。あと 2,3 日したら俺の手元から消えてる。プラスチックゴミで。部屋に飾ればいいじゃん。そんなの飾ってたってなんですか、カラスよけとかですか、猫よけ。もうキラキラしてる。CD と一緒。やばいな。今日やった3本の中でまだそれこそ何本かマシ。ESGK とか得意ないよ。あるわけない。何の認定も取ってない。これで認定降りたらやべえな、この業界って。もちろんそれはないよ。またないの？2のなんてあるわけないよ。点数、点数、点数
じゃあ眼根に似てたから3点おお実写関係だしいや誰も多分この銃レビューしてくれた誰も知らんだろこの銃をだいぶニッチなところを攻めてますからもっとなんかもっとみんなが知ってるようなのないのって探すわマルシンのウィンチェスターとかガス漏れが激しいっていうそういうクソ銃じゃないんだよねこう本当にクソだもんマルシンをこう傷つけることになるじゃないですかこのメーカーも傷ついてますからコンケータあるの今頑張ってこう作ってくれてる人がいるまあまあ、まあ